台湾の嫌いなところってある？トイレにウォシュレットがない。めっちゃうまいよ。今まで食べてきたルーローハンの中でもかなり上位だね。台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね、視聴者さん参加型 Vlog 第6弾ということで、台北在住のね、星さんに来ていただきました。わー、星さんありがとうございます。今日はね、よろしくお願いします。はい、というわけでね、今日はね、台北在住の星さんの職場の新竹市にある台湾のドローカル食堂で、星さんがね、どうしてもゾロさんに紹介したいっていうね、食堂があるみたいなんで、今から星さんと2人でね、新幹線に乗って新竹市にね、行きたいと思います。Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some meat goes to the face, baby. I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby. Game, get a play. I feel like an addict, cause she's sex, drugs, cocaine. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby, game, get a play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. はい、じゃあ今日も元気に行きましょうか。さあさあ、新竹着いたね、はい、新竹市ね、着いたわ。星は台湾来てどれぐらいなん？1年半ぐらい。あ、1年半、はい、1年半って言ったらもう台湾コロナなってたやん。そうですね、そうです。会社か何かのあれで来たってこと？あ、そうです、そうです。あ、だから入れたよね、入国できたよね。はいはい、そうかそうか。キューマは台湾好き？あ、台湾大好きです。
台湾好きなところは結構2つあって。あ、2つあるんやね。教えて。じゃあその2つが、1つが夜市の雰囲気がすごい好きで、うん、あ、夜市の雰囲気が好きなんや。最初に台湾に来た時に、うん、なんか平日の夜にすごいもう夏祭りみたいな雰囲気じゃないですか。え、これ毎日やってんのと思ってあ、なるほどね。そうそう。あ、じゃあそのごめん、その1年半前に台湾来たって言ったけど、それ以前に旅行で来たことがあるんやね、はい、旅行でちょうど大学生の時の卒業旅行で最初に来て、うん、シャンチャンジェイエスルに一番最初に行ったんですよ。はいはいはい、24時間夜市のね。そうそうそう、うん、あそこのもう雰囲気にもう魅了されて、うん、わーすごいと思って、もうずっと夏休みみたいな、なんか夏祭りみたいな。あ、なるほどなるほど。日本やと夜市って夏しかやってないし、しかも花火大会の時とか、そうそうそう、そういう限定の時しかやってないけど、え、台湾っていう国はこれ365日やってるんやっていう、その衝撃を受けたんやね。そうです。あ、それが一つ目の理由ね、はい。二つ目は？二つ目はウミガメと泳げるっていうところ。何それ、何それ、何その台湾好きなポイントの2つ。なんか初めて聞いたわ。離島がいくつかあるじゃないですか。はい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 、その中で高雄のはいはいはいあたりにある、うん、シャオリョウチョウ、小さい琉球っていう書く、あるある、あそこ行くとウミガメがうようよいるんです。でっかいウミガメが、へー、そうなんや、はい、その小琉球っていうところね、はい、高雄のね、ウミガメがわんさか泳いでるんやね、はい、あ、それは知らなかったわ。なるほどね。あ、もうほんなら 200% ウミガメに会えますみたいな。会えますね、会えますね。へー、はい、あ、それは知らなかった。じゃあ逆にね、これ今までの視聴者さんにあんま聞かなかったんやけど、はい、台湾の嫌いなところってある？嫌いなところ、トイレにウォシュレットがない。デリケートやな。さあさあ、ヒューマくん、今日は俺に紹介したいお店が2つあるらしいね、はい、そうです。1つ目は、1つ目が肉まんのお店なんですけど、肉まんな、この間あの特集されてたじゃないですか。特集したな、ワムちゃんと一緒にね。そうそうそう、うん、始まるよ。僕あそこのお店大体食べたことあったんです。なるほど、うん、絶対こっちの方がうまいです。おー、なるほどね。ぜひ食べてもらいたい。なるほどね。じゃあね、今からまずね、1軒目はね、その肉まんのお店にね、行きたいと思います。2軒目は何のお店なの？1軒目はルーローファンの、うん、ルーローファンのお店なの、はいはい、ルーローファンマイスターのゾロに。そうですね、ルーローファン進めてきますか。いや、僕もさっきの肉まんとも一緒なんですけど、うん、まあ台北の、まあ、ルーローファンの、うん、まあ、有名なそれで大体行ったんですけど、あ、ヒューマも食べ歩きが好きなんやね、はい、食べ歩き好きで、美味しいなっていうお店もあるんですけど、うん、具の量のバランスがちょっと悪いなっていう。あ、白ご飯と、白ご飯と、そう、具の上に乗ってる豚、大体少ないんですよ、量が。じゃあ今から行くルーローファンは味はもちろん美味しいけども、はい、そのルーローファンの具とご飯のバランスが悪い問題ね、 それを解決してくれるお店なんやね、はい、ほー、それはちょっと楽しみやなあ、そろそろ見えました、あのお店です。あ、あれ、はい、あのハウェイパオ2ってやつ、あの白い看板に黒い文字ね。そうです、はい、結構可愛らしい看板のお店やね、はい、はい、着きました。ここですね、ここがね、ヒューマおすすめのね、肉まんのお店やね、パオズー店やね、はいはい、なんか思ったよりね、なんか今風な綺麗なお店やね。じゃあね、行ってみましょうか。湯気が上がっております。湯気がね、もくもくと上がっております。でメニューがね、あそこにあるわ。肉まんやんね。シェンローパー売り切れて、売り切れてますね。シェンローパーはめいよ、前は、前はだ、あー、売り切れたんや。そうなんや。なんとね、シェンローパーを肉まんが売り切れたみたい。でも小籠包あるから、小籠包もしかしたらあの肉まんと一緒で美味しいかもしれないね。小籠包か、せっかくやから。そうですね。あとあのドーサーパオっていうあのあんまんがあるから、はいはい、あれにしようかな。じゃあ小籠包とドーサーパオにしようか。イガシャオロンパオ、ウガウガランホードーサーパオ、ドーサーパオイガイガ。これをあ、ワイタイにして、あのそのルーローファンの店で食べよう。残念やな、本当に残念やな。結構でかいんやね。はい、ソニーパン、シェシェ。然后酱料跟筷子在后面。
はい、はい、じゃあね、小籠包とね、あんまん買いました。残念ながらね、肉まんが売り切れてたね。いやー、残念ですよ、本当に。早いわ、10時過ぎでもう売り切れてるっていうのは。それだけ美味しいってことです、うん、人気なのがうなずける、これはね。うん、まあでもしゃあないね。うん、そしたらね、今からね、そのヒューマンおすすめのね、ルーローファンのお店行きたいと思います。はい、着きました。ここですね、ここがね、ヒューマンおすすめのね、はい、ルーローファン食堂やね、はい、なんか変な変わった名前のお店やね、黒川なんとかみたいな。ここのお店もね、俺思ってたと違うわ。なんかすごい小綺麗なお店やね。あ、そうそうそう、なんかもっとドローカルな感じなんかなと思ったけど、今風なね、多分改装して、うん、結構歴史はあるんですよね。あ、リニューアルして綺麗になったんやね。なるほどなるほど。じゃあね、早速行ってみたいと思います。ここにね、メニューがあるんでね、ワイタイ持ち帰り、ネイヨ店内飲食ね。あ、どうか、これ、うん、これ取ってください。このドロドロのこのルーローパンの、これすごいな、すごい人気が、うん、歴史を感じます。確かに。これすごいわ。ちょ、サムネイルにするわ。すごいね。確かにすごいすごい。これは美味しそうやわ。こっちもルーロー？そっちもルーロー？うんうん、多分2種類ルーロー。あ、ローザオなんや。え、ルーローとローザオってどう違うん？这个是代替的猪皮，它是手工切的。然后肉燥是半肥半瘦，味道不一样。めっちゃ綺麗な店内やね。すごい綺麗な店内やで。じゃあね、ちょっと邪魔にならないようにこの端っこで食べさせてもらおう。じゃあね、メニューもらってきたんでね、見ましょうか。メニューはね、こんな感じです。はい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 。なるほどね。さっきのこのルーローファンとローザーファンが違うっていう、この違いが知りたいからさ、これちょっと1個ずつ注文しようよ。ルーローファンはこれまずね、2つね。で、このローザオファンは味がどう違うのかっていうのをちょっと食べ比べしてみよう、1個だけね、はい、これをね。で、煮卵を食べる、はいはい、そのルーローファンと煮卵はこれも絶対一緒に食べないとダメなんで、これは2個ね。で、豆腐食べる、食べます。じゃあ豆腐もこれ2個ね。で、ソワンスーがおすすめやね。たけのこ、たけのこね。で、どうしようかな、他に何かおすすめある？角煮がこれ、カブローなんですけど、コンロ行こうか。じゃあこれ美味しいです。行きましょうか、コンローね。で、このタイチョンなんとか豆腐みたいなちょっと注文していい？もうそれ知らないです。これ行こう。スープどうしよう、1個注文してさ、ちょ、分けようか。じゃあ、じゃあこのゴンワンでいい？ゴンワン美味しいですね。肉団子のスープね。チンザイも、あー、まあこれでいいか。じゃあさすがにこれでいいか。だいぶ注文したね。ここにね、26って書いてるんでね、これね、もうヒューマが書いてくれた26ね。はい、じゃあこれでいきます。乾杯。乾杯。はいはい、シェシェ。じゃあね、注文してきたんでね、待ちましょうか。台北在住のね、ヒューマくんがね、おすすめするね、職場のね、新中新築市のすぐ近くにあるね、ルーローファン食堂にね、来ました。来たね。来ましたね。これがね、ヒューマおすすめのルーローファン。さっき喋ってたみたいにすごいわ、この 3D 感で。めちゃめちゃね、ルーローがたっぷり乗ってる。確かにここまで
たくさんルーローが乗ってるルーローパンは俺今まで見たことないわ。台湾グルメ400軒ぐらい回ってるけど初めてやわ、うん、でルーローパンにはねこれね煮卵ねルーダン煮卵と厚揚げね両豆腐ね注文しました。でちょっとねこのローザオファン何が違うのかなと思ってね注文してみました。まあなんか南の方はローザオファン北の方はルーローパンっていう言い方の違いかなって僕思ったんやけど何か違うみたいなこと中国語でね言った何かわからんかったからわからんかったから注文してみた、うん、でこれがねスープねゴンワンタン肉団子のスープね注文しました。でこれもねヒューマンおすすめのねスワンスータケノコのシャオツァイやね。これがねめっちゃうまそうコンローね豚の角煮見てこれめっちゃうまそうこれ串に刺さってるっていうところがね男心をくすぐるよね、うん、でこれがね豆腐ね何かわからんけど豆腐はい辛い豆腐と普通の豆腐みたいなの来ました。はいじゃあね早速ね食べていきたいと思います。まずはじゃあねヒューマンおすすめのね、はい、ぜひゾロさんに食べてもらいたいって言ってたねこのルーローファン、はい、ルーローファンマイスターの僕に食べてもらいたいと言ってたねこのルーローファンからね食べたいと思います。じゃあちょっと俺から食べていい、はい、うわちょっと楽しみやねすごいな脂身とルトロタイプがたくさん乗ってます。いただきます。どう食べてないこの日に込んだら逆にやられた逆にやられた新しいパターンやねこれやろうと思ってた昨日の夜から考えてた昨日の夜この日に込んだら面白いねよしじゃあ、ね、いただきます。めっちゃうまいよめちゃめちゃ美味しいあのね八角とかウーシャンファンとか特有の癖とか全くないしこんだけね脂身で豚の皮もついてるタイプやのに臭みが全然ないね。であと甘みがすごくある。いやこれ美味しいわ本当に美味しいわ。よかった、うん、あの今まで食べてきたルーローファンの中でもかなり上位やで。しかも言ってた通りこのご飯と のバランスすごいと思う。こんなにたっぷりルーロー入ってるのはちょっと初めてかもね。これ35元やったっけ。これ安いな。こんだけ乗ってたらルーローファン2杯分ぐらい乗ってるよね。これちょっと山菜と一緒に。あこれ山菜もうまいわ。タイプ的にね、死んだルーローファン、今だルーローファンってあれやん、はいはい、あそこのタイプなんやけど、うん、じゃあちょっとお菓子みたいな、ね、味があるんやけど、でももっとちゃんとルーローファンっぽい、本当に美味しい、うん、まあルーローファンいや、これは美味しい。タケノコと一緒にこう食べても美味しいし。あ、なるほどね。じゃあタケノコと一緒にちょっと食べさせてもらうわ。これスワンスーね、タケノコのシャオザイと一緒に食べても美味しいらしい。まずじゃあそのタケノコだけでいただきます。でもね、美味しい美味しい。これも30けど、これだけたっぷり入ってたらすごいと思う。で、これちょっとね、トゥゲザーで一緒に食べたいと思います。美味しいわ。本当に美味しいわ。食べて。いただきます。これ美味しい。早い。まだ食べてないです。また和紙持ったのかよ。美味しいです。プラス、はい、いつもないです。そうじゃあね、ルーローファンはね、これね、煮卵と一緒に食べないとなんなんで、これね
ルーダン、煮卵ですね。ルーローマンと煮卵はこれも絶対一緒に食べないとダメなんですよ。決まってるんですよ。ルールなんですよ。僕が生まれるはるか昔からね。いただきます。脂身とろとろで、うん、甘みが強いタイプはこのルーダンがマジで合うのね。煮卵ね、最高やね。じゃあ次はね、このねローザオファンっていうやついってみますわ。何が違うのみたいな。だけどね、見た感じ確かに全然ちゃうわ。こっちのルーローファンはほんまに豚の角煮を細かく細切れに切りましたみたいな感じ。こっちはどちらかというとそぼろタイプやね。ここのちょっと粗挽きな感じがするけど。じゃあね、ローザオファンいただきます。全然ちゃうわ。肉って感じ。こっちは全然トロトロ感、脂身トロトロ感全くないやん。今脂身のところもダメだけど、むしろ硬かった。コリコリしてて、で個人的にねちょっとね甘みが強すぎるかなと思う。だから甘さがあんま苦手な人はちょっと苦手かもしれない。ちょっと食べてみて。美味しい。俺は甘に好きやから美味しいけど、それにしてもちょっと甘するんじゃないでしょうか。これね、両方ともね、米の炊き加減がええわ。ちょい辛めでね、美味しい。じゃあ次はね、このボンワンタン、肉団子のね、スープいってみましょうか。台湾のスープね、すごい味が薄いとこ多いんですよ。もうお湯通り越して水みたいな。どうかな、これは。ちょっと見た感じ、なんとも言えない。いただきます。おお。あのね、ちょっと薄い。だけどここのスープね変わってるわ。生姜の風味がすごくする。肉団子のスープでこんな生姜が効いてるの初めてやね。うん、美味しい美味しい。優しい味って感じで、これゴンワン肉団子。まあ普通かな、肉団子。じゃあね、次はね、このいよいよね、男のロマン、串刺しの豚の角煮コンローね、いってみたいと思います。これタレがすごいよね。これちょっとタレガッてつけて、ね、ちょっとこれもかぶりついていただきます。すごいな、これな、脂身がすごいね。もしかしたら、いやめっちゃうまい、これ全然臭みがないわ、うん、うまいな。いやこのね、この串で刺さってるっていうのがね、そして顔につくっていうのがまたたまらないわ、たまらないわ。いやこんだけ皮がっつりついてんのに全く皮の臭みもないね。いやこれはね素晴らしい。ちょっとビビった。じゃあね、最後にこの豆腐ね、こっちが辛いやつ、ジャージャンソースがあって、こっちは普通やね。じゃあ僕辛いの好きなんで、辛い方のやつをねちょっと食べてみます。あれ思ったよりなんか硬いな。箸で刺した時ね硬い。いただきます。冷たい。これ新しいよ。これね、冷たい冷ややっこや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 。
辛くて冷たい冷ややっこやわ。これ新しい。台湾でこんなん食べたことないわ。美味しいよね。ソースも濃厚でうまいね。いやこれちょっとほんま新しいわ。全部美味しいね。ちょっとびっくりした。気になる。ラー油っぽいのある。ほうほう。これにルーローパにかけてくると甘い。よし、じゃあそれちょっとやろう。これね、ヒューマがおすすめのね、なんかラー油があるみたいで、これにこのルーローパンにかけたりとか、そのスワンスー、タケノコにかけたらまたさらに美味しくなるらしいんで、ちょっとね、やってみたいと思います。と、これラー油とスワンスーの、これ角煮にもうまいやろね。そうですね、辛いの好きな人って絶対これ辛いの大好きだから。じゃあね、ラー油ルーローパンいただきます。じゃあね、これ量がたっぷりあるんでね、ちょっとゆっくり食べてね、食べ終わったら今度はね、小籠包とドーサーパーをあんまん買ってきたんでね、それ食べたいと思いまーす。じゃあね、ある程度食べ終わったんでね、僕ちょっとこの小籠包をね、行ってみたいと思います。残念やったね、肉まんね。割とね、大ぶりやね、本当にね。いただきます。結構お腹いっぱいけど、いただきます。すごいでかい。おいしい。これね、肉まんがおいしいって言ってる意味分かるわ。これはおいしい。おいしい。ちょっとでもね、中のあん、お肉にね、お酒結構たっぷり使ってると思うけど、うん、お酒のアルコールがちょっと抜けてないかな、うん、ちょっとふわっとする。それが気になるところやけど、でもこれ5個で50円やから、めっちゃ安いし、おいしいと思う。肉まんの味とどう違うかね。ですけど、肉まんとまた違う。違うよね。じゃあやっぱり肉まん食べたかったな。じゃあ次はね、このドーサーパオ、あんまんなんですけど、こしあんまんなんですけど、めっちゃでかい。今食べれるかなっていう。買ったの僕なんで自業自得なんですけど、すごい。ほんで網網みたいなね、なってますね。うわー、結構ね、ほらドーサーっていうのはこしあんのことなんで、ほら滑らかそうなね、うん、感じで。いただきます。普通かな。すごくね、中がネチョネチョしてる。始まるよ。でも本当にね、珍しい。こんなにその腰あんないけど、マジですごい粘り気があってネチョネチョしてる。別の言い方するのやったらスライミーやね。黒砂糖って感じやな、甘さ。いや、もうちょっとね、お腹いっぱいやわ。お腹いっぱいです。完食はできなかったけど、だいぶね、食べ尽くしたからね。大満足の食事やったね。じゃあね、いつものようにね、外でね、まとめいきたいと思います。今日もありがとう、ごちそうさま。はい、というわけでね、視聴者さん参加型 Vlog 第6弾ということでね、今日はね、台北在住のね、キューマくんがね、来てくれました。わー。そしてね、キューマくんにね、このね、おすすめのね、ルーローファン屋さんをね、紹介してもらいましたけども、どうやった、ヒューマくん今日は。いや、楽しかったです、本当に。本当、はい、よかったよかった。ルーローさんにも満足いただけたんで、うん、はい、本当に嬉しかったです。あ、よかったよかったよかった、はい、うん、いや、本当ね、ちょっとね、台北からは遠いけど、台北にはないね、特別なルーローファンやったね。ヒューマくんが言ってたみたいに、ルーローファンって台北中にね、美味しいお店たくさんあるんですよ。だけど、たくさんあるんやけども、ルーローとね、ご飯のバランスがね、あまり良くないみたいな。ルーローが少ないお店の方が圧倒的に多いんですけど、ここは本当にね、ルーローがこれでもかって乗ってて、台北にはないルーローファンでしたね。うん。いや、これはマジで美味しかった。いや、本当ね、いい店紹介してくれてありがとう。はい、というわけで今回の動画がね、少しでもね、役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とね、グッドボタン押していただけるとね、めっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。
世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録3万人ぜひね皆さん応援よろしくお願いします。というわけで今回は三つ星三つ星三つ星、このチャンネルの審議にかけて自信を持っておすすめします。